はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方は、よろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルは、ビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、本質理解についてです。子育てに学ぶ本質を理解するための着眼点を3つに絞ってご紹介していきます。本質理解、どうすればいいでしょうか。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは本質の理解です。皆さんは本質を理解するためにどうすればいいですかと、もしここで聞かれればどのようにお答えになるでしょうか。本質を理解する、どうすればいいでしょうか。本質を理解というのはすごく大事というのは皆さんお分かりかと思うんですけれども、一方でじゃあどうすればいいかというと簡単ではないですよね。で、今日はもちろん簡単にはできないという前提ではあるんですけれども、本質理解のためにどうすればいいか、その着眼点を3つご説明します。で、この話はですね、もともとは子育ての本に書かれていたこと、そこからの応用として本質理解につながるなと思ったのでご紹介をしていきます。本のタイトルなんですが、0歳児から5歳児、行動の意味とその対応。サブタイトルが、見えていますか？子供からのシグナルです。で、この本はタイトルにあるように、0歳児から5歳ぐらいまでのその子育てについて、子供の行動とその意味をどう解釈するか、そして親がどんな対応をしていけばいいのかというのを具体的に書かれている本です。で、ここに書かれていた子育てにおいて子供の行動が何を意味するのか、その意味合いを抽出するときにどんな着眼点で見ていけばいいのかという3つのポイントが書かれていたんですね。で、そのポイントはすごく普遍的だなと、汎用的で、例えばあなたのお仕事にもすごくこう意味のある、役に立つなというふうに思ったのでご紹介をさせてください。はい、では3つのポイント、子どもの行動から意味合いを抽出するときの3つのポイントなんですけれども、まず順番にご説明します。1つ目、子どもの一面ではなく両面を見る。2つ目、目に見える姿だけが真実ではない。3つ目、子どもだけの問題とせず周りとの関わりを考えるです。で、それぞれ補足をしておくと、子どもの一面ではなく両面というのは、親から見たその子どもに対する気になる一面だけを見るのではなくて、必ずその裏面も両面も見ていく、二面性を見ていくというものです。例えばの例で、落ち着きがない子供というふうに見るのも一方なんだけれども、好奇心旺盛であるという、裏を返せば言えるので、その両方をしっかり見ていって、この行動は何を意味するのか、落ち着きがないと一方で好奇心がすごく強い子であるというふうに見ていく、これが両面で見るイメージです。で、2つ目の目に見える姿だけが真実ではない、これはどんな意味でしょうか。で、行動というのはあくまで事象であって表面的なものなんですよね。そこで親はなるべくその行為の意味や心の内側まで、どんな背後に何があるのかについても見ていこう。それによって単に行動をやめなさいというわけではなくて、背後にあるそのメカニズムというか理由、要因からしっかりと子供に向き合っていこうという考え方です。はい。で、3つ目が、子供だけの問題とせず周りとの関わりを考える。これはどんな意味でしょうか。周りとの関わりというのは、まず親であり、あるいはお友達、少し広げていった周りの人たちとの人間関係になります。で、子供の問題というのは、子供だけを切り離してみるのではなくて、こうした環境も含めた、どんな周りとの関係があるか、これを考えることによって、子育てをより広く、俯瞰して見ていこうというのがこの考え方になります。はい、ここまでご紹介した子供の行動の意味を把握するための3つのこと、いかがでしょうか。一面ではなく両面を見る。目に見える姿、表面的なものではなくて、奥にあるものを見ようとする。3つ目が周りとの関係を考える。で、これをもう少し端的に言うと、1つ目というのは視点を多く持とう。2つ目は奥にある構造は何か。3つ目が視野を広く持とう。この3つになります。で、この3つはすなわち本質を理解するためにすごく大切なことであると私は思いました。もう一度言うと、視点を広く持つ。奥にある構造要因を考える。3つ目が視野を広くとって周りとの関係を見ていく。例えば、お仕事に当てはめてこの3つを見てみると、どんなことが言えるでしょうか。1つ目の視点を広く。これは例えばメリットだけではなくて、しっかりとデメリットもセットで見ていく。視点も自分の視点だけではなくて、じゃあお客さんの視点から見てどうなっているか。競合の視点から見て何が言えるか。あるいは社会全体としてどんなことが言えるか。こうした視点をしっかりと切り替えていく。顧客の視点においても、ターゲット別であれば、例えば若い人から見たら、高齢者の方から見ればどういうふうになるか。こうした視点を何個も持つ、広く多く持つ
というのが大事。これが物事の一面だけでは判断しないから得られるものです。で、2つ目の表面的な行動ではなくて奥にあるものを考えようなんですけれども、これも物事の本質を迫るためには大事な考え方だなと思います。というのは、目に見える事象起こっていることというのはあくまでこう表面的なものなんですよね。よくこう海に浮かぶ氷山を思い浮かべてみるといいんですけれども、海面上に見えているものというのはその氷山のまさに一角なんですよね。で、海面の中にはさらに目に見えないんだけれども、まだ氷がすごくたくさん埋まっている海の中に沈んでいます。したがって表面的な事象だけではなくて、その背後にある構造要因は何か、どんなメカニズムでその構造から事象が引き起こされているか、で、本質というのはさらにその奥にあると思っているんですね。つまり物事をシンプルに、まあ、3レイヤーで考えたときに、表面的な事象、その背後にある構造要因、メカニズム、でさらに奥に本質がある。もうこれぐらい深く本質はあるので、表面的な事象だけを見ていても本質には掘り起こせないという認識、これも大事かなと思います。で、3つ目、単独ではなくて他の要素との関係を考える。これは視野を広く持とうと言い換えることができます。他との関わりを考えるためには、自分だけの領域ではなくて、その周辺領域にも視野を広げていく。で、こうした視野を広げるというのは、空間的な視野だけではなくて、時間的な視野も広げてみるといいのではないでしょうか。つまり、直近の話だけではなくて、もう少し長い時間を取った時間軸を長くする、時間軸の視野の広さ。あるいは過去にもしっかりと見ていって、過去どういった経緯があったか。まあ、例えば前月だけではなくて、しっかりと対前年の同じ月を見ていくか、2年前、3年前といったように、どんどん過去においても時間軸という視野を広げていく。こうした空間的な時間軸、空間的な視野と時間の視野、この両方を考慮して視野を広げていく。こうしたことも本質に迫る大切な論点かなと思います。なので、まとめておくと、子育てからの3つのもの、一面だけではなくて両面を見る。これは視点を増やす。表面的な事象だけではなくて奥の構造要因を見る。これは事象、構造、本質とレイヤーを掘り下げていく。3つ目の他との関係性を見ていく。これは視野を広げる。空間的な視野と、かつ時間的な視野も広げて見ていってみましょう。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。また、チャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方は、ぜひチャンネル登録、フォローをよろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。